山口恵美祭は、日本将棋連盟所属の女流騎士。女流騎士番号は55。宮崎県宮古の城市出身。森信部を七段門下。京都大学文学部卒業。小学5年の時、弟が始めた影響を受けて、将棋を始める。弟は、元、奨励会所団。2010年、全国高等学校将棋選手権。 大会女子個人戦準優勝。同年、マイナビオープンに出場し、チャレンジマッチを勝ち抜いたが、予選1回戦で、中井広江に敗れた。2013年7月に、関西研修会へ、リー入会。2014年7月27日行われた7月、第2例会で一勝し、通算9勝3敗で、C1 に昇級した。この結果、 女流3級となる権利を得た。2014年10月1日付で女流騎士3級となった。2年以内に女流2級に昇級すると正式な女流騎士となる。女流3級になってから1年目は大学との両立に加えて、寮の運営を担い将棋に時間が割けなかったこともあって思うように勝てない状態が続く。2016年3月から 関西将棋会館に近い大阪で一人暮らしを始め、将棋会館の騎士室に毎日通い詰めると、次第に調子が上がった。2016年4月21日、第38期女流王将戦の予選で、中澤沙也と和田秋に連勝して、本戦入りを果たし、女流騎士商談級規定の女流1級に該当したため、同日付で女流2級に昇級し、 正式な女流騎士となった。2016年8月13日に第10期マイナビ女子オープン予選で岩根忍と中沢鞘に連勝して本戦入りを果たし女流一級に昇級した。得意戦法は島車穴熊、ありがとうございます。